ファンデーションね塗りながらスキンケアしてくれるっていうこの売り込み文句にはとってもねいつも惹かれております。はい、年を重ねる美顔は時となるメイクアッププロデューサーのショウコです。はい、皆さんこんにちは。はい、今回は私、ファンデーションオタクとしてははいこちらの方のマキアージュの方が気になって買ってきました。はい、なんで気になったかっていうと前にねこちらのはい、マキアージュ、ドラマティックエッセンスリキッドっていうことでこのねリキッドが発売ね1ヶ月でもうねリキッドファンデーションのね市場をナンバーワンシェアしたっていうぐらいすごく人気があったファンデーションだったんですね。で特に毛穴ですって言って毛穴綺麗に隠してくれてっていうことで私もねとっても綺麗だなと思って、夏場とかね使ってすごく良かったイメージがあったんですよ。でそこを丸ごとね固めたようなファンデーションですよって言ってこれ出たのがこちらの9月21日に発売した、クッションファンデーション、ね、でこれ、マキアージュドラマティッククッションジェリーっていうことでこれがねまたクッションファンデーションなのに、はい、網がついてないんですよ。はい、クッションファンデーション好きの私としてはこの網がついてないクッションファンデーションって何っていう状態で、はい買ってきました。触った時にね、わかりますかね、プルプルしてるの。で全然ね網とかクッションねスポンジとか入ってないのでもう全部丸ごとね綺麗に使えますよってメーカーさんが言っております。スポンジもねこちらの方ちょっとねとんがってる状態で当てやすい感じでね触った時ねちょっと冷たいんですね。ヒヤッとしたジェリーっぽい感じなの でつけるとねこの密着度がねすごく綺麗な感じになっております。でちょっとプレスリリースを読んでいくとはいこちらのねファンデーション出した時にはこの乳化技術ラスティング美肌効果、ね、浸透型美容液の三位一体っていうことで美肌になるって言ってね出した美容液ファンデーションリキッドの方だったんですよ。でこれを、ね、しっかり今度搭載してカバー力もあるんだけどこちらの方もスキンケア入っているファンデーションということで、はい、私本当にファンデーションね塗りながらスキンケアしてくれるっていうこの売り込み文句にはとってもねいつも惹かれております。私たちのね年代ってファンデーションね長くつければつけるほど、ね、毛穴落ちとかギラギラしたりとか逆に乾燥してちりめんじまみたいになっちゃったりで今からの季節って寒くなってきてまたちょっと乾燥がね入ってきやすいじゃないですか。そうするとねファンデーション塗ると逆にシワクチャに見えるみたいなああいうのすごく嫌でしょ。なのでスキンケア効果があるっていうこととあとコメント欄に毛穴落ちがとか毛穴を隠したいんですとか私たち結構ね小鼻だけバリバリって剥がすパック流行ったじゃないですか。鼻の周りだけ大きく開いてる方っていうのが結構いらっしゃって、ね、若い時に何回も角栓取るねパックしちゃってっていうことでなかなかねこの毛穴が縮まらなくて隠したいんですっていう方も多いので毛穴のね隠れるファンデーションっていうのもいつもちょっとねいろいろこう見て、アンテナを立てているんですけども今回ね、そちらの方はどうかなと思って、買ってみました。カバーだけじゃなくて、ね、これ極上の、ね、ツルン肌って書いてるんですよ。これ全然タイアップでもなんでもないんですけどねすごいね調べてたらすごい、はい、マスクにもつきにくいって書いてあるし、はい、ビタミン C 誘導体ね入っててもうメッシュがないから最後まで使えていいよっていうところで、はい、値段的にはね本体とで本体買ったらこちらね気に入ったらね中だけ変えれる処方になっております。はい、で私がね買った、色は最近ずっと韓国のクッションファンデ続いてて色がね結構ね白かったので今回は03の中間な明るいから濃いめの色っていうことで一番暗い色にしてみました。でこれ塗っていきたいと思うんですけどその前にねこちらとどう違うのか、ね、これを固めたぐらいって言ってたので、ね、仕上がりがちょっとどう違うのっていうところもちょっとやっていきたいかなと思います。はい、やっていきます。でまずねこちらの方ね取ってメーカーさん的にはこのね半分のねつけた量が片面って言ってました。ね、
トントンって塗るとこんな感じ。よいしょ。こんな感じです。で、こちらのリキッドの方は、このね、リキッドの方本当にね、夏場すごい活躍したんですよね。ちょっと量多かったか。あ、ちょっとこのぐらいの量にして塗るとね、結構ね、つるんとしてくれる感じです。今ね、透明な化粧下地の方はつけてる状態です。トーンアップとか何もしない肌の色そのまんまのものはつけております。ちょっとポンポンしていきます。ベタッと最初につかないので適量つきやすい。トン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 ですね。でも乗せていってる感覚はスキンケアはやっぱりしてるようなくらい、ちょっとひんやり感があって、なんかね、ファンデーション塗ってるっていう感じじゃない感じで、スポンジはやっぱりね、あの当たりが肌に優しい感じがします。でもめちゃくちゃカバー力があるっていう感じじゃないけど、あらは隠してくれるかなっていう感じですかね。韓国ファンデみたいにもうなんか全部隠しますみたいな感じあるじゃないですか。っていうよりは肌にカムフラージュしてくれて、ね、いろんなものを隠してる感じ、ツヤ感であったりとか、毛穴を覆いかぶさるっていう感じじゃなくて、ちょっとずつ時間経ってくると毛穴の中に美容成分が入り込んでふわっとさせてくれるようなイメージですかね。こんな感じです。だからすごいめっちゃカバーしてる感じではないです。はい。でもちょっとこの辺とかシミあるので少し重ねていきますね。今ちょうどターンオーバーねしてて、ちょっと今日私いつもよりシミが浮き出てる感じです。たまにありませんか？なんかあれ、いつもより全体にシミが表にやってきたみたいな今感じの肌質になっております。はい、じゃあこっち側をリキッドでやっていきます。で、まず美の三角ゾーンにのせていきます。やっぱりね、リキッドファンデーションの方がファンデーションのせた感っていうのはあります。なんかね、クッションファンデーションの方がジェリー系の方がね、ファンデーションっていうよりは本当にクリーム塗った感じかな。全体に重ねていきましたら、スポンジ、このスポンジはロージーローザのスポンジになります。で、一回ね、水分を飛ばしてから、私はもう本当にリキッドとかクリームのファンデーション塗ったら必ず濡れた固く絞ったスポンジで、余計なね、油分をちょっと落ち着かせるっていうのかな。ちょっと重ねたいところ、今日はね、クマがちょっと出ているので重ねていきます。はい、もうこの少量の量をちょっと使い切った感じですね。今のね、ファンデーションって本当に少量で伸びるので、よくコメント欄に使い切らないですけどってはい、書かれてるんですけどね、本当にそうですよね。ファンデーションだけは今出てるものをつけてあげるのが一番やっぱり今風な肌が作れます。はい、なので気に入った口紅の色だったりアイシャドウっていうのは結構ね、長く使っていただいてもいいと思うけど、やはりね、ベースは3年ぐらいして同じものを使ってるんだったら、新しい最新型のね、ベースを更新していった方がね、今風な若い肌を作ることはできると思うので、いろいろ日々研究しております。はい、こんな感じですけども、どうですかね。
覚的にはカバー力が結構ありますって書いてある割には何むちゃくちゃあのカバー力がある感じには見えないんですけど、あの全体にこの光でなんか拡散して肌がこう綺麗に見えるっていうか、毛穴が目立ちにくくしている感覚のファンデーションなのかなと思いました。ざっと見るとまあ、クッションファンデーションの方がちょっと若干カバー力があるのかなと。はい、こちらの方が、はい、リキッドのオークルの20番と、こちらの方がドラマティッククッションジェリーの、03番の色になります。はい、あの今ね、塗ってちょっとね時間を置いてから、はい、またあの見ていきたいと思います。はい、じゃあね、今状態でどちらかというと触った時にはあともね潤い感はやっぱあるかなっていうのと、リキッドの方が、若干ねサラッとしてきます。今ねこちらのクッションのファンデーションの方がちょっとねしっとり感はあるかなっていう形です。ファンデーションとか一回馴染んで、あの特にね冬場なんかはちょっと時間を置いてからね、ちょっとこうメイクに入って必要なところだけをパウダーでカバーしていくっていう感じにすると、あの夕方にねカサカサした感じにはなりにくいので、はい、まず、ここからね朝ごはん食べたりとか、してからこちらのメイクに入っていきたいと思います。朝ごはん食べてきました。はい、で20分ぐらい経ったんですね。どうですか、20分経つとファンデーションが結構ね先ほどのファンデーションより落ち着いてると思うんですけど、いかがでしょうか。あのツヤ感はねこちらのクッションファンデーションのねジェリーの方がなんかいいツヤ感が出てきた。でだんだんこちらの方はあの少しねハーフマットにどんどんなってる感じです。このぐらいだとパウダリーいらないかなと思うんですけども、眉毛だけね描くときにちょっとね残ってたら嫌なので、少しねフェイスパウダーここだけちょっとパウダーしとくといいかなと思います。はい、ではでは今日はねあのメイク、あのせっかくなのでね、で前回ねあのこちらでも紹介してた、はい、ケイトさんシリーズとチフレセザンヌさんあたりで、はい、プチプラの方でやっていきたいと思います。はい、眉毛やっていきます。こちらのキャンメイクさんの、スマートミニアイブロウ、はい、こちらの方ですね、くすみ系カラー真ん中に、はい、ちょっと紫系の色を際の部分に入れていきます。このちょっとダークカラー、はい、こんな感じですね。チーク、ね、ちょっとハイライト、ちょっとねローライト、ではやっちゃいますね。はい、できました。こんな感じです。はい、あのマスカラと、リップはこちらの方を塗りました。はい、そこからねあのこの間こういうのを見つけてきたんですよ。はいはい、こちらの方なんですけど、あの挟める前髪用のやつ、はい、あの結構ねブラシでね前髪あのちょっとめんどくさい時あるじゃないですか。で私も癖っ気なのでね、これね良かったのがこれね、上をこの挟むでしょ、ここねすごいパッカリ分かれるので、こっからキューってあのドライヤーかけてもいいんですけど、乾いててもねちょっと分かります、あのツヤめっちゃ出るんですよね。はい、こうやってね
キューって丸くして、どうです、私も中がちりるんですね、癖っ気本当に。なのでちょっと昼間とかに、ね、この根元からキューっとねしてあげるだけで、なんだかツヤっとしませんか。ドライヤー当ててないのにいい感じになるんですよね。でここからね、あのセット剤つければいいと思うので、はい、あのいつもね、あの愛用の M ドットのオイルですね。でこうやって手に取って、ね、こう後ろから、もう後ろからです。後ろからこうやってね、つけちゃって、もうね、前髪ぺったんこって私毛が少ないので、ね、あの本当にこの辺はパサパサしちゃうので、まず後ろの毛ね、よくオイルでつけてあげてから、もう残ってるのでこういう感じで空間出してあげます。でちょっとバサバサしてるなと思ったらもう一回、ね、ちょっとねこのオイル使ってる手をねちょっと挟んで何回かつけると、今度ツヤもねツヤツヤってしてくるんですよ。ここから前髪とかね湿気とかでちりるじゃないですか。そういう時に、ね、これを使ってるんですけども、ね、1日スーパーハードっていうこと でこれをねこう下へ向いて、わかるかな、このここの中をでつけてあげると、そうするとね少し上がります。髪の毛が上からかけるんじゃなくて、中の毛をしっかりスプレーかけとくんですね。はい、そうするとよくね女優さんたちとかに中にこうシュッとしてキープさせていく。固めちゃうと私たちほら触りたいじゃない、なのでサッてサッてやって、で自分の目のところねちょっとしんどかったら少し持ち上げてあげると、ちょうどいいねあの長さに調整が効いてきます。前髪ってあの中途半端な長さがあの一番綺麗に見えるじゃないですか、女らしいというか。そうするとめんどくさくなるじゃないついちゃうとあのこう目しばしばってなっちゃうので、中にねちょっとスプレーを入れておくといいです。はい、こんな感じです。はい、ちょっと豆知識も今日入れながらで、肌もねあれだけあの少し色がトーンがね違ったんですけども、あの時間経っていくとどんどん馴染んできますよね。クッションファンデーションの方がどちらかというとキメが細かく見えるかな、うん、どうですかね。はいはい、ここから8時間検証に入っていきたいと思います。ではまた。はい、戻ってきました。どうですかね、8時間経ってます。はい、口紅はちょっと塗り直しました。はい、あのねどっちかというと、そう、潤い感がねめっちゃ残ってる感じなんですけど、やっぱりねちょっとマスクをねずーっとしてたんですけど、擦れて取れてる感はあります。はい、なのでもうめっちゃマスクに強いタイプのファンデーションではないかなって思うんだけど、あのすごくね光、あのツヤ感がすごくねあって、なんだろう、肌が潤って見える。はい、ちょっとワンワン言うのでワンワン言うのでちょっと連れてきました。はい、こんな感じです。はい、なのであのね結構ね、かあの毛穴をめちゃくちゃこうカバーするっていう感じじゃなくて、光で飛ばして毛穴を目立たなくするっていうファンデーションな感じです。でリキッドと、ね、クッション、あの時間が経てば経つほどどっちかどっちかわからない感じ、うん、なってますね。今日は、粉をね振らない状態だったんですけど、もし少し油っぽい、肌の方だったらちょっとね粉を振っておく方が持ったかもしれない。やっぱりねこの当たるところっていうのは少しあのファンデーションがねうっすらつくぐらいな感じです。はい、このファンデーションに向いてるなと思ったのは、毛穴がねちょっとあの開いてるけど乾燥が気になってる方、うん、っていう方にはとてもねこの光で飛ばすっていうことと、あのこの潤い感はやっぱ半端ない、うんうん、すごくねあの
いいかなと思います。ただ私の肌の相性としては、あの好きなあの感じの感じじゃない、はい、なので、もう少しね中が潤っててベールがかけたような感じのものが好きなので、ティルティルのね黒い方だったりとか、あとナーズのねこれあのクッションファンデーションとかの方が私はあのちょっとねあの自分の肌にとっては好きかなと思いました。ただ、これ使い込んでないのでベースとの相性だったりとか、この感じだったらもう少しあのベースの部分をねもうちょっとピンク系の色を入れてちょっとこうあのもう少しカバー力のあるものを入れてこう上からね重ねてあげるともっと綺麗かなとか、私の中でいろいろね組み合わせで、ちょっとねまたもう少し綺麗な肌を作れるっていうのがあの思っているので、またねあの相性だったりとか、はい、検証してまたねあの動画で皆さんにお伝えしていければいいかなと思います。はい、こういうねちょっとこのツヤ感がね、お好きかなと思う方はあのぜひともチェック、してみてください。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。はい、もう本当にベースオタクなので、今からねどんどん乾燥に入ってくるとすごくね潤い感のあるファンデーションがどんどん今出てきてるので、私の好みな、ファンデーションがねたくさん出てきてるのでちょっと心躍ってます、ね、全部使い切れないんですけども皆さんのねあのお役に立てるようにやっていきたいと思いますので、皆さんもあのなんか自分のね使ってて、こういう肌で、こういうのはぴったしでしたとかっていうあの情報がありましたらどんどんコメント欄に、書いていただけると嬉しいです。はい、ピックアップをコメントコーナー、いつもコメントありがとうございます。はい、このコメントを読んで皆さんにね、ためになるかなと思う動画をどんどんね、出していきたいと思いますので、いろいろあの聞いてください。はい、いろいろ教えてください。はい、コメントいただけるととっても嬉しいです。はい、今回はパテさん、欲しくなるんですけどファンデーションそんなにいらないんじゃないですか。うん使い切りたいぐらい本当におすすめが知りたいです。アイシャドウやリップ参考になりましたっていうことなんですけども、はい、本当にね使い切らないんですよ。はい、でも使い切りたいぐらいの本当のおすすめっていうのも、お洋服も同じのずっと毎日着ないじゃないですか。はい、なのでファンデーションもやっぱりねこのお洋服に合わせたりとかね、TPO に合わせてやっぱりマットだったりとかツヤ感があったりとかね、ナチュラルに行きたいな、今日はね旦那さんとデートだわとかね、こうお仕事だわっていうとやはり使い分けっていうことをしていくんですね。なのでそうだからちっちゃいミニサイズがいっぱい欲しいなって言ってるんですけども、はい、なので、本当のおすすめっていうのはやはり自分の、ね、どうなりたい、どんな肌になりたいかっていうことを、思っていただいて参考にしていただけると嬉しいなと思います。はい、私も使い切れないぞと思いながら毎回はい、買っては皆さんにご紹介みたいなことをやってるんですけども、選び方としては同じお洋服着てもベースを変えるだけで全然ね雰囲気変わるんですよ。はい、そういうのをね楽しんでいただけるといいかなと思っております。はい、皆さん、はい、どんどんね、メイクをねお洋服を着るように楽しんでいただいて、おしゃれもねどんどん新しいことをねするととってもね脳が若返ると言っているので、皆さん一緒に楽しんでいきましょうね。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。もしよかったら高評価ボタン、ね、登録ボタンを押していただけると制作に力、はい、入っていきます。よろしくお願いします。また公式ショップオフチャンネルの LINE の方では、はい、いろんなねイベントをね今立ち上げていまして、いろいろねご興味があることがありましたらチェックしてみてください。まだねお友達になってないよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひお友達になってプレゼントを受け取ってくださいね。はい、ではまた次の動画でお待ちしております。